アーマライト AR-7 は1959年にアメリカのアーマライト社が開発したセミオートライフルである。1950年代にサバイバルライフルとして製作された AR-5 の発展型。ボルトアクションであった AR-5 をセミオート化した銃で AR-5 の特徴であった分解した重心、機関部、弾倉を ストックに収納する特性を継承している。その状態のストックは水に浮くと言われ、発売当初はセールスポイントになった。AR-5 の後継銃として開発されたが、軍用から民生用に転換するために実法を22ホーネットから一般的な 22LR に変更して発売された。何度か生産中止を挟みつつ、アーマライト社から数社を渡り歩きながら、 現在も生産が続いている。長期に生産されただけにカスタムパーツも豊富で、ハンドガン化したモデルなどのバリエーションも多い。安価で信頼性も高く、銃器初心者には、スタームルガーキーと並んでポピュラーな銃で、アメリカでは子供がライフルの基本を AR-7 で覚えたものも多いという、空軍パイロット向けの小口径の護身用ライフル。 分解して持ち運ぶことができ、工具なしで容易に組み立てられる。萌え,え特殊重機事典48ページ。ありがとうございます。